サータバーハナ朝は古代インドの王朝である。プラーナ文献ではアーンドラ朝と呼ばれる。サータバーハナがオケ名でアーンドラが俗名である。デカン高原を中心とした中央インドの広い範囲を統治した。パックスロマーナ期のローマ帝国と盛んに海上交易を行い商業が発達した。この時期の遺跡からはローマの貨幣が出土することで有名である。 王たちは、バラモン教を信仰したが、仏教やジャイナ教も発展した。サータバーハナ教の発祥地や、勃興の経緯は詳しくはわかっていない。発祥地の候補としては、首都が置かれたプラティシュターナであるとする説や、クリシュナ川沿岸のダーニーヤカタカとする説、あるいは、ベルダーリとする説などが有力説である。初代の王は、シムカと伝えられており、 彼とそれに続く初期の王の国分と貨幣がゴーダーバリ、川上流から発見されることから、デカン高原西部地方から発展したと考えられる。この王朝が残した碑文から、王家の姓がサータバーハナであると伝えられている。俗名をとって、アーアンドラ朝とも呼ばれる、この王朝であるが、サータバーハナや自体はもともと、アーンドラ人ではなく、アーアンドラの従属者であったという。 一説には、デカン高原製法で成立した、この王朝がやがて、アーンドラ地方を支配するようになった段階で、文献記録が残されたため、サータバー花町は、アーンドラ町と呼ばれるようになったという。アーンドラ人は、ゴーダバリー川とクリシュナ川に挟まれた地方に住む人々であった。ベーダ文献では、アーンドラ人は、ダスユと呼ばれており、 おそらくドラビナ系の集団であったと言われている。王朝が開始した時期は、前三世紀施と前一世紀施がある。紀元前三世紀頃には、独立王国を形成していたが、北から勢力を拡大する、マガダ国のマウリア朝に圧迫されていた。しかし、アショウカ王没後のマウリア朝の混乱の中で次第に、勢力を拡大し、一世紀までに、 中央インド随一の大国へと成長していった。プラーナ文献には、シムカ王がカーアンバーヤナと春河一族の残存者を滅ぼして王位についたと記されており、どちらの説を採用するとしても有力勢力として対等するようになったのは、全一世紀頃であったと考えられている。シムカの弟、クリシュナの知性を経て、シュリー・シャータカルニョ王の時代には、 東部マールは地方も征服してその勢力を拡大したチェーティ町のオーカーラベーラの攻撃を受けて国内が混乱した。シュリー・シャータカルニオーが死去すると、その息子たちが幼かったため王妃、ナヤニカーが摂政となって実権を握ったという。これ以降しばらくの間、サータバーハナ町の歴史はほとんどわからなくなる。王名等が処分権に記録されてはいるが、 異動がああり正確な応答の復元も困難である。サータバー花町は1世紀頃には、サカ族に圧迫されていたが、2世紀初頭に、ガウタミープトラシャータカルニ王が現れると、西クシャトラパの王、ナハパーナを倒し、西北デカンの地を回復するとともに北はマールワや、グジャラートまで領域を拡大し、南はクリシュナカハンまで及んだ。彼の残した碑文には、サカ人、ギリシア人、 パルティア人を滅ぼしたとある。彼の知性から、再びサータバー花町の歴史を具体的に読み取ることが可能になる。彼のコプルマーイーの時代には、南国の主とまで呼称された。しかし、バーシティープトラシャータカルニ王は、ニシクシャトラバ王、ルドラダーマンと戦って敗れた。このため若干の領土を奪われたが、バーシティープトラ王の王妃がルドラダーマンの娘であった、ため、 ルドラダーマンは、サータバーハナ朝を徹底的に破壊することなく引き上げた。2世紀末にヤジャニアシュリー・シャータカルニ王の時に再び、グジャラートを取り戻す勢いを示し、この王の貨幣が、グジャラートのサウラシュートラ半島からも出土している。しかし、3世紀に入ると、中央政府の統制力は弱まり、地方に派遣されていた王族や諸行たちが各地で自立して、 急速に崩壊した。サータバーハナ町の国勢についての情報は、主に碑文などに記録された感触などから得られるもので、ある。しかし、碑文記録はいずれも断片的で、量も到底十分とは言えず詳細を知ることは難しい。サータバーハナ王家は、自らの執事がバラモンであることを誇り、またナーガ族とも血縁があったとする。そしてアシュバメイダト バラモン教の儀式によって正当な王権のあることを示した。アーンドラ人がヒアーリア系であると推定されていることは前述したが、すでに中央インド以南の地域にもバラモン役者トリアといった身分秩序が普及していたことが理解される。サータバーハナ町の初期の王号はマウリア町などと同じく基本的にはラージャンであり、後代のインドの小王朝や同時代に北、 インドを支配した、サカ系、キリシア系、パルテア系、あるいはクシャーナ朝などの小王朝と異なって、小王の王などの帝王の権威を特に強調する、称号を用いなかった。このことは、同時代の北、インドで見られる、王権侵格化,化の傾向が、外部、特に、イラン世界の影響を受けて侵攻したものである証拠で、あるとも言われる。 二世紀のガウタミープトラシャータカルニオの知性になって、初めてマハーラージャやラージャラージャという称号が用いられるようになった。彼は他にも行々しい称号を数多く用いており、彼の時代に王権が伸長した。また、各王名からは、サータバーハナ王家がドラビダ人の母系家族性の影響下にあったことが知られている。ガウタミープトラやバーシティープトラなど、 王母の出身加盟をもって王を呼ぶ習慣からそれが分かり、この風習は古代インド各地で見られたものであるが、同時代の北インドの小王朝にはあまり例のないものである。サータバー花朝の中央政府の組織はほぼ分かっていない。数少ない資料などから、都市管理官、将軍、内視官、会計官、家庭裁下管理官、倉庫管理官などの地位があったと言われているが、 必ずしも中央政府の完成を示すものであるか断定はできない。サータバー・ハナ町の地方行政区画の単位はラッシュトラであり、各地方を支配するのはマハーセナーパティであった。大将軍という称号は当時の南インドでのみ見られるものであり、将軍とは言っても中央政府によって任命された軍事司令官ではなく世襲的な封建諸侯であった。 この地位についてはドイツ語のヘルツォークがもともと軍の指揮官の意味であったが、後に貴族の称号となったのと同様の経緯によって、地方貴族の称号となったものであると言われている。それに続く地位として、マハーボージャやマハーラーシュトリンなどがあり、両者はほぼ同列の地位であったと言われているが、詳細は不明である。犯行にはそれぞれ初期などお抱えの官僚があって、 地方政府を形成していた。王族の文家も各地に藩校として封じられていたことが分かっており、中には3世紀にサータバー花町本体が崩壊した後も4世紀まで名脈を保った文家もある。こういった藩校とは別にアマウティアが配置され、不認知の土地問題などを管轄していた。例えばサータバー花町の国王が、 仏教教団に対する土地の寄進などを命じた場合に、実際にこの業務に当たるのはアマーティアであり、中央の命令を地方に伝える上で、重要な感触であった。サータバー花町が最も重要視したのはバラモン教であった。ガウタミイプトラ王の碑文では、彼が四世の混乱を正し、絶えず、祭礼や儀式、集会を行ったと称賛された。彼自身も、 非常にバラモン教的な修辞によって、自らを商用しており、国家の宗教として、バラモン教は繁栄した。バラモン出自であることを誇りとする王家にとって、バラモン教的秩序の確立は、王権教科の意味において重要であった。一方で、他の宗教、特に仏教なども、国家の保護の下で活動していた。当時王妃をはじめとした王家の女性はしばしば、仏教教団に、 主事の寄進を行っており、しかもそれは国家によって奨励されて援助すらされていた。また、各種の仏教教団は国家によるバラモン教の祭礼に協力し、また、各地の仏教屈印にはバラモン教の参加が刻まれることがあった。こういった点に見られるように、仏教教団は特に反政府的傾向を持つことはなかった。サータバー花町の経済は活況を呈していたが、 それを支えたのが西方のローマ帝国の繁栄であった。インド産の香料や宝石などはローマで珍重され、原価の100倍もの価格がついたと伝えられている。エルトラー海案内機に見られるように港湾都市アリカメールからアラビア海を経由した西方貿易がこの時代盛んであった。当時のローマ領エジプトで発見された文献資料の中には古いカンナダ語が エジプトでも理解されていたことを示すものがある。当時の著者不明の喜劇作品の中にインド人がカンナダ語を話すシーンがある。このカンナダ語のセリフはエジプト人が作ったものと考えられ、文法的に正しくないものがあるが、エジプトの現地人の中にも交渉のためにカンナダ語を用いるものがあったことを示す。サータバー花朝の応答は完全には復元されていない。 以下に示すものは、プラーナ文献に記載された一覧であるが、各プラーナ文献でも移動がある。ダーニアカタカは、現、ナーガールジュナコンダとアマラーバティカンの土地である。ありがとうございます。